キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、以前投稿いたしました、株式会社アーテックの、リンクとギア学習セットの、前回は平歯車、スーパーギアを投稿しましたんですが、その続きの今度は傘歯車、ベペルギアについての実験を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。傘歯車ですが、ご存知のように、実際にどういうところで使われるかということですが、動力の伝達を直角に伝える、もしくは角度を変えて伝えるときに使用されます。このように。このように。マニュアルに沿って、組み立てたのが、こちらの方です。またおさらいとなりますが、こちらの原動車、こちらを、時計回し回りに回すと、こちらの歯車、こちら歯車、こちら歯車、どちらの方に動くかをということですが、ではまず実験を行います。続きまして逆に回転させてみます。もう皆さんお分かりだと思いますが、原動車を1ナンバーワンとして、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4と、カウントするならば、奇数番号、ナンバー1、ナンバー3は同じ方向に動きます。そして偶数番号は逆の方向に動きます。そして、この歯車は平歯車とベペルギアのハイブリッドとなっております。そしてこの歯車、小さい方ですが、歯車の数が、20、20、大きいビッグの方 が、30、13となってますので、速度伝達比から言うと 1.5 ということで、スモール、こちらの方が、3回転すれば、こちらの方は2回転するということです。やってみます。1回転、1。2、3ということです。以上です。Thank you.